ゆるご飯入れようね。ご飯のスプーンはどこ行った？ゆるご飯だよ。ゆるゆる、ゆるご飯、はい、お食べなさい。今トイレ掃除したばっかりだから、トイレも片付けるから待って。あ、あとお水ね。よいしょ、お水お水お水、よいしょ。ね、お世話するときにね、お世話するときにね、カメラ回してんじゃないよって、ちゃんとやってよって思われそうだけど、お水飲みなさい。どうしたの？ちゃんとお水入れたよ。お水入れたって。よいしょ、はい、よいしょ。はい、えい。なんかもう癖なのかもしれないけど、お世話しながらカメラ回す癖がある。何なんだろうな。あ、ちなみにうちの子ではない、弟ちゃんちのゆうるくんね。多分この動画は多分 YouTube と、Facebook に上がると思うな。だからね、本当にちゃんとお世話だけをメインでやるんだったらね、これ喋らずにね、お世話だけ黙々としたら、おそらくなんだろう、そんな時間かかんないんだよね。そこそ今ちょっとずつおトイレのね、砂をね、こうやって入れてるけど、おトイレの砂に関しても多分ザーって入れて、あの袋ごとね、両手使えれば袋ごと入れれるから、ザーっと入れて終わりなんだけど、よし。こんなもんでオッケーっしょ。おトイレの砂足りるよね。足りなかったら追加するか。まあ足りるでしょう。もう片手でやることに慣れてしまった人間は、片手でこのジップロックを閉めれるんだね。よいしょ。おいしそうに食べてるね、ゆうるくん。結構長く使ってるからハンモックも結構色あせてきてるね、うん、洗濯はしてるだろう、当たり前だろうけど。これ何？これ何なんだろう。ねえゆうるくん、これ何？うちの弟ちゃん、あ、 YouTube にも上がるからハンドルネームの方で言った方がいい。かいりくんは何をしてるんだい？これかいりくん何に使ったんだろう。あ、中入って寝るんかな、これ。あんたこれ中入って寝るの？ポケモンのやつだけど、すごい可愛いな。ブイズだ。もしかしてあれなんだろう、中入って寝るんだろうな。で、重めの水入れというかフライパンか、これ。陶器のやつか。これ何なんだろう。あ、あんたあれか。普通の水入れから水飲むの下手っぴだったから変えられたのか。もともとここに給水ボトルだったもんね。あんたボトルで飲むの下手くそだったから、給水ボトルからこっちに変わったのか。お腹は？ちょっと失礼。おう、おう、取ってないね。ちゃんと弟ご飯セーブしてあげてるんだな。その丸々と大きくならないように、内臓疾患をちゃんと気をつけてるな。あいつすげえな、やるな。その内臓疾患に関しては私教えたことがないからな。ご飯の量セーブしてねなんていうのはわざわざ伝えなかったしな。自分で調べてたどり着いたんだろうな。
うん、脂肪分はないね。しかも結構ちゃんと運動してるんだな。筋肉バッチリだね。へえ、やっぱ弟の血筋かな。動物のことを結構こうやっていろいろやる子だな。偉いな。あいつなりの工夫が見られるもんね、ケージもね。多分ケージの下噛むんだろう。噛んだり、あと水がっていうところとかガリガリするのを防止するのにちゃんと作ってる感じだね。なんか毛玉が落ちてる。これはゴミだな。これただの毛玉だな。うん、ケージの工夫がすごい見られる。この餌入れのこの紐もさ、だよね、だよね。ああ、うんうんうん、ユール君の力でこの横のが取れないように紐でちゃんと固定してるの。あんた意外とやんちゃっ子もしかして。私が思っている以上にやんちゃっ子かい。多分そのガリガリ防止とかのために入れてるもんね、このケージの中のものをね。そうかそうか、君やんちゃっ子なのか。ああ、噛んでる跡あるもんね。あんたやんちゃっ子だ。一応ちゃんと取れるようには構造上作ってて、あー、なるほどね。紐を逃がすと OK なのか。はい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 。あー、よくできてますわね。さすがだわ。感心感心、めっちゃ感心しちゃう。へー、その奥のポーチだけ謎だけど、あんたポーチ入って寝るんだろうな。どうした、変なとこ入った、シュンってしてたけど。長旅でお腹空いちゃいました、疲れて。水ちゃんと飲みな。フェレットはね、性格によってやんちゃっ子でね、結構噛んだりとかガリガリして遊ぶのが好きな子とかね。まあもともとね、フェレットはどちらかというと活発な方だし、まあもともとなんだろう、狩りとかに使われてた動物でもあるはずだから、ネズミとかそういうのとかのね、って考えると多分それに合わせてるとそういうことなんだろうね。どうした、大丈夫？焦ってご飯食うからじゃない？大丈夫？いつもなのかな。後で弟に聞いてみよう。すげえクシュンクシュン言ってんだけど、こいつって。違う、あなた水を全然飲まないからじゃない？水ちゃんと飲みな。焦って食ってるからだよ。こうやってフェレット見ると可愛いな。けどフェレット臭すげえな。フェレット臭がすごいな、やっぱり。フェレットいますって匂いする。フェレットまで来ちゃうとうち大変だな。っていうか君の置くところはないな。もしうちでお迎えすると考えたら絶対無理だな。まあゆるくんがたまにこうやって遊びに来るからね。
それでよしとしましょう。ご飯食べてるシーンをもうちょっと映しておこうか。筋肉すごいな、まあ、あとはゆっくりご飯食べてください。ケジ閉めるよ。よいしょ。はい、ちょっとね、2日ぐらいうちで預かります。多分 YouTube に上がるのは1ヶ月分ぐらいなんで、もう預かって返した後に多分動画は上がるんだけど、そんな感じでございます。はい、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上りんとでした。バイバーイ。